はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのトヨタセリカ 2000GT4 を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのトヨタセリカ 2000GT4 です。ボディカラーの方はホワイトのソリッドだね。正面の方から見ていくとこんな感じだね。フォグランプの部分がクリアパーツになってます。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装だね。フロントのグリル周りも細かく作られてるね。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。特にプリントとかはないね。で、ルーフの部分を見ていくとこんな感じになってます。で、助手席側はこんな感じだね。ドアの部分に GT4 ってプリントがされてます。ドアノブの部分はブラックの塗装だね。ホワイトのボディカラーにブラックのラインがアクセントになってます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。トヨタセリカ GT4 ってプリントがされてます。テールランプの部分はクリアパーツだね。で、マフラーの部分もシルバーで塗装がされてます。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。特にこの面にもプリントはないね。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど運転席側はこんな感じになってます。サイドブレーキの部分もしっかり作られてるね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。ホイールのデザインもなんか懐かしいデザインだね。で、アクションの部分は左右ドアの開閉がついてます。で、裏の方を見ていくとトヨタセリカ 2000GT4 の2018年のシャーシーになってます。こんな感じでしっかり見てみるとトヨタセリカ GT4 懐かしいデザインだね。ボディカラーのホワイトもその当時のホワイトに近いデザインかなと思います。で、ドアの部分の GT4 っていうプリントの横の部分もすごく細かなプリントがされてるね。ちょっと文字が小さくて見えないけどしっかりとプリントはされてます。箱の方は正面のパッケージにセリカ GT4 のイラストだね。側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのトヨタセリカ 2000GT4 を紹介していました。今となっては少しレトロな車だけどその当時のデザインがしっかり再現されてたね。フロントのグリル周りとかホイールの部分もすごくかっこよかったです。で、ボディカラーのホワイトの部分も真っ白っていうよりはその当時のホワイトがしっかり再現されているような気がしました。通常ラインナップのトミカなので気になる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。